静香さん駅でございます。もう12月ですね。もうあっという間の1年ですが、コロナが今急激にですね、拡大をしておりますので、どうぞ日常のうがいとか手洗いとか、ソーシャルディスタンス、あまり夜は出歩かない、こういう基本的なことをですね、守っていただいて、どうぞ自らが守る、コロナは初期であれば怖いものではありませんので、症状が出たらすぐ病院に行ってですね、PCR 検査なり、あるいはインフルエンザの検査をしていただいて対応すればね、そんなに深刻なものではありませんので、今 急激ですね、医療も今発達して、コロナ対策の医療も良くなってきておりますのでね、どうぞ一つ注意をして過ごしていただきたいというふうに思います。で、私は日本維新の会東京16、この江戸川区です。支部長、衆議院議員3期、皆さんたちに国会に送っていただいた中津川広里でございます。今日はですね、実はこの赤いジャンバーを着た皆さんたち、一緒にこの西葛西駅で街頭遊説をしているわけでありますが、今日のテーマは、ここに書いてあります。共同親権。皆さん何なんだろう。でも大体50人に1人は、ああ、あのことか。まだ日本はこういうことで家族が大変なところもあるんだなというふうに、親戚の誰々がそうだった。あるいは知り合いの誰々がこの共同親権の問題で今揉めている、子供連れ去りということを聞いたことがあるかと思いますが、今日はその私たちの運動でございましてね、中津川広里が2000年に国会に初当選した時に最初にこの問題を取り上げたんです。どういうことかと言いますと、皆さんね、ある日、仲のいい普通の若い夫婦、子供が小さい、3歳、4歳、突然ですね、旦那が会社から帰ってきた奥さんが子供を連れていなくなっちゃった。ね、そして預金通帳もない。指輪とか大事なものもなくなってきた。どこに行ったのか。まず実家だ、奥さんの実家だと言って電話をします。そしたら出ない、奥さんも出ない。急いで実家まで、子供もいない、奥さんもいない、預金通帳もない、その部屋に旦那一人不安になって嫁さんの実家に行ったら、もう会いません。弁護士を通してこれからお話をします。これが俗に言う子供連れ去りなんですね。これアメリカではね、こういうことしたらこれ逮捕なんですよ。奥さん逮捕なんです。フランスでもヨーロッパでもそうなんです。ハーグ条約という国際条約がありましてね、夫婦喧嘩ではないんです。仲の良い夫婦だったり、ちょっとあれ今前日ちょっと言い争いをした程度のことで子供を連れて逃げてしまう。さあ連れ去られた旦那は子供をじゃあ連れ去ろうと、連れ戻そうと。そしたら皆さんね、警察が来てね、旦那逮捕されちゃうんですよ。嘘だーって顔してますけど、これはね、そういうで今日本という国はね、
子供をとにかく最初に夫婦の同意なくして連れ去っちゃった方が親権も監護権も取れる。追っかけてきた配偶者は逮捕されるということがずっと行われてる。おかしいでしょ。これおかしいなって。じゃあそこで弁護士が出てきて、弁護士はいい、これは稼ぎ場になります。日本は単独親権ですから、親権の争い事ですね。争う、この単独親権っていうのはね、日本と北朝鮮だけなんですよ。他はほとんどが共同親権なんです。でも当たり前ですよね、皆さん。夫婦喧嘩をしても離婚をしてもですよ。子供にとっては自分の母や母は永遠です。だから子供が会いたいときには自由に会わせなければいけません。しかし今の日本の法律だとそれができない。会うためには弁護士にお金を払って、月1回2時間会うとかね。おかしいでしょ。連れ去られちゃった方がですよ。そして長津川博里はこれをね、国会で取り上げたんだけれども、これはほとんど法務大臣も役人もマスコミもよくわからない、わからないまんまこんだけ年数が経って今や大変な事態になってるんですね。子供に会えない親が20万人、親に会えない子供ですね、20万人もいるというふうに言われております。親の勝手で、親がね、勝手に子供を連れて、そしてあと子供は母親に会えなくなってしまう。こんな理不尽なことが行われ、そこに暗証するお金儲け弁護士が入って、じゃあ月1回2時間合わせるようにするからって、そこでまた何万かと。弁護士っていうのは本を叩くと着手金でまあ大体30万で、今日の話聞いたらね、100万以上取るのもいる。これはもうね、ちょっと弁護士モラル、これはおかしいと思うような相談が最近増えています。ただ弁護士だって商売ですから、トラブルが起きて初めて仕事ができるわけですけども、家族のね、こういう子供の問題に入ってですよ、悪辣に儲けるということに長津川はずっと警鐘を鳴らしてきました。ますますひどくなっています。着手金がこの間60万になりましてね、今日相談に来た人は80万、そして会見するたびにまたどんどん取られて何百万か終わっちゃう。それだって子供返してこないんですよ。何なんですかっていう話ですね。そこでとにかく日本も欧米並みに共同親権にしなきゃいけない。そしたら親権の取りっこなんかしなくていいわけですからね。そしていつでもお父さんお母さんが残念ながら離婚したとしても、子供が自由に会いたい時に会える、こういうね、世の中を作っていく。そして小さい子供、離婚をしてもですよ、お互いに養育をしていく、教育をしていく、お父さんお母さんと触れ合う、これが皆さん最も自然な当たり前の姿ですよね。共同養育というのも今どんどん必要だということで、長津川博里は今これも進めております。そして長津川のここ大体1000件ぐらいの相談をここ数年で受けておりますが、全部ボランティアでやっております。そしてこの子供連れ去りというのは犯罪であると、刑事告訴を進め、アドバイスをし、100件以上を受理されるようになりました。大きな進歩です。略取誘拐罪、
そして子供を勝手に連れ去っちゃって、養育費必要だからお金をよこせ、これは身代金誘拐の罪にあたり、これもかなりの数40件受理されております。それからもう一つは、例えば夫婦喧嘩してね、奥さんが例えば110番に電話します。ここにもお巡りさんがいて、いつも火災を守ってくれておりますが、西火災地域もね。そうすると110番あるとお巡りさんは行かなければいけません。それでそこで奥さんがね、この人デビューしました。それが嘘のことが多いんですよ皆さん。そうすると聞いたお巡りさんはね、あ、それは大変、じゃあまず一旦じゃあ奥さんちょっと離れましょうと。 DV というと、これはね、お巡りさんの方もね、これは穏やかではなくなって、とにかく話そうとね。ところが後で偽 DV っていうことが分かったりするんです。そこでこれも偽 DV 告訴団で十数件刑事告訴されました、ね、子供のことで取り合いでこういう喧嘩をする。そして日本はとにかく子供は連れ去っちゃう。それで皆さんね、よっぽどじゃあ普段から仲悪かったんだろうと、連れ去れる方も問題があるよなとかいう話をよく聞きますが、ないとは言えませんが、ほとんどないんです。今や大学の先生、お子さん、弁護士のお子さん、そして警察官のお子さんがたくさん相談に参っております。こういう社会はおかしいから直していこうというのが中津川の国会でただ一人戦ってまいりました。共同親権にして、そして子供はいつでも夫婦喧嘩をしても自由に会える社会を作ろう。これは今どんどん輪が広がってきております。この共同親権実現というのは、実は中津川の提案で、去年の参議院選挙でですね、これが日本維新の会の選挙公約になりました。今この問題取り組んでいるのは中津川広里日本の維新の会であります。これは中津川広里、その他の公約と同じ、やっぱり家族が一番大事なんです皆さんね。家族が基本ですよ。家族が一番です。家族を崩壊するんです、単独親権。家族を崩壊すると国体が崩壊します。日本の国が崩壊します。そうすると中国がさらに喜んで、どんどん日本に侵略してきます。家族を守る、そのためにも中津川はこの政策を大事にしております。そして子供連れ去り防止法も作ります。憲法改正や外国人土地売買規制法、そしてスパイ防止法も中津川の政策であります。それと同じように子供連れ去り防止法、共同親権も大事な政策であります。皆さんたちの家族を守りたい、子供といつも一緒にいたい、子供がいるからお父さんも働く、お母さんも子供がいつもいるから苦労が多くても一生懸命毎日が希望を持って生きられる。今日は皆さんね、赤いジャンパー着てるのみんな子供連れ去られた被害者のパパたちですよ。中津川のところにね、毎日相談に行きます。中津川さん、弁護士さんは30万円取られたけど先生はいくらですかって言うから、ただですね、ボランティアでやってますから、ただ一緒に運動をして、とにかく子供にいつでもどこでも自由に会える、そういう当たり前のね、欧米並みの日本の国を作るのにみんなでやっていこうということでね、
皆さんね、最初はもう自殺を考えてる人多いんですよ。そして命を絶った方も何人かいました。そうでしょう。3歳ぐらいの可愛い子供がある日嫁に連れてかれちゃっていなくなっちゃったら死ぬことしか考えないんですよ。お酒を飲むことしか考えないんですよ。あそこでジャンバーを捨てるのもお酒をずっと浴びてましたら長すぎるからダメじゃねえか言ったら、今元気になってね、ちゃんと刑事告訴も進め、そして悪徳弁護士を外してね、本人同士で話すようになってね、話が進みました。私は弁護士業務を妨害するそんな思いはありませんが、本当は夫婦で話し合うのが一番いい、本当なんですよ。そっちの方がうまくいくんですよ。連れ去った奥さんがこの間来ました。よく考えたら自分のついた弁護士は一生懸命やってくれると思ったら、早く離婚しなさい、早く面会交流しなさい、おかしいな。だってそれやるたびに弁護士は入るんですから、たっぷりと。子供のことなんか考えていません。そしてこれはもう一回お父さんと話し合おうと言って、ようやくお互いの家に行き来をして、今家族でお風呂を入れるようになりました。今彼もエスカレーターのところでビラを配っております。弁護士いない方がうまくいくんですよ。皆さん200万も300万も取られてね、そういう日本の現状っていうのが、皆さんね、意外と近所にいらっしゃいますよ。何なんだろう、どうしたんだろう、あそこは夫婦喧嘩したのかな、子供を連れ去っちゃった、こういう不幸なことが日本社会で起きないように、共同親権を実現するように中津川博里ね、2000年に最初の国会で取り上げて、これは必ずや日本でも実現できるようにね、中津川博里と家族を守る、子供を守る、親の身勝手で子供を振り回してはいけないという思いで、これからも続けていきたい。今日はそのね、運動でございます。子供連れ去りに遭った被害者の一部の方が、今日は一緒にビラを配っております。子供を連れ去ってしまうと、じいちゃんばあちゃんも孫に会えないんですよ。じいじばあば孫に会いたい、毎日泣いてるよというビラも配っております。政治は本当はこういう仕事をまずやらなければいけないんですね。憲法改正をしたり、外国人土地売買規制法を作ったり、火災にももうスパイ天国、火災だけじゃありません、日本は。スパイ防止法も作る。その中津川の政策と同じように、共同親権実現と謳っている政治家は日本でまだ見ておりません。家族が大事なんです。子供が大事なんです。これを必ずや実現したいと思いますので、今日ね、初めて聞いた方もあると思いますが、どうぞビラを見て、じいじやばあばもいつも孫に会えるようにね、子供もいつまでもパパやママは永遠にパパやママですが、お父さんお母さんパパやママ仲悪くなったとしても、いつでも会える社会を作るように、中津川博里、この問題孤軍奮闘でございますが、続けてまいりたいと思います。ありがとうございました。